はい、どうもタネです。ということで、引き続きまとめ撮りでございますね。てかね、今になってね、夜なんですけど、今撮影してるの、外の雨の音が気になるっていう感じですね。久しぶりにしっかりした雨が降ってます、鹿児島。そんな夜にまとめ撮りね、ご苦労様です俺ということで、では今回の曲は何になるんでしょうか。いつものようにくじを引いてみましょう。いきまーす。トン。革新的黒さん。バックス曲また来ました。バックス曲が結構今回多いんだよね、序盤。ね。さあ、まあもちろん主人公はあの子になるんでしょう、今日は。ということで、革新的黒さんについて喋ってみたいと思います。はい、それではですね、革新的クロワッサン、語っていこうかなと思うわけですけれども、こちらの曲、7枚目シングル、承認欲求のカップリング曲のバックス曲になります。バックス曲はこれまで油をさせ、それから、何をしたっけ、無念を紹介しましたね。はい。で、3曲目になりますけれども、こちらは7枚目シングルの、承認欲求のカップリングのバックス。で、この時からバックス曲っていうのが正式にその選抜外メンバーを指す言葉に変わりました。それまでっていうのは、それぞれの曲の、まあ、3列目のメンバーのことをバックスとして、それでユニットを組んで、やることをバックス曲と言ってたんですけども、この7枚目シングルから、バックスを正確にも、選抜外の、兄弟曲メンバー外の子たちを指す言葉になりましたね。ちなみにタイプ A に収録されているわけですけれども、作曲がですね、良平さんということで、これ元ロックバンドのクラウドというロックバンドにいらっしゃった、ベーシストの方が作曲ということで、実は桜坂ではこの1曲提供でございます。以前も以後もなしと言ったところになるんですけれども、この曲やっぱりもう注目どころっていうのはもうこれに限るかなと思っているのが井上さんということになると思います。井上ですね、井上里奈さんセンターということで、初センター曲になるんです、彼女にとってはね。で、井上さんってまあそれまでって、まあある種その選抜選ばれたりバックスに回ったりっていうことを結構交互に繰り返しているようなタイプ、ファーストシングルは、3列目で、でセカンドシングルは選抜でとか、そういうこう出たり入ったりを繰り返している、メンバー、ちょうどそのなんていうのかな、表題に選ばれるか選ばれないかのギリギリのところを動いているようなメンバーだっただけに、まあ、7枚目でね、このバックスに入った。で、バックスのセンターになったっていうところで、こう、すごくこう、複雑な気持ちもあった中での、この曲、革新的クロワッサンだったんですけれども、でもね、これはね、彼女じゃないとできなかった。まあ、彼女の魅力って何かって言ったら、笑顔。初恋を呼び起こすような笑顔だと思うんですけど、もうその子にはぴったりのこの初恋曲だと思うんですよね。なんかこう、恋を知る女の子を見事に演じきっていると言っていいんじゃないでしょうか。ね、で、バックスメンバー、この時、まあ、選抜に3期生入ってて、バックスにも3期生が入ってっていう流れの中でね、曲が生まれてるわけですけれども。なんかこう、バックスだから、なんていうのかな。こう表題になんか劣るとかそういうことは一切なく、むしろ、魅力がもう増してるというか、この子たちだからこそ表現できるようななんかパフォーマンスだったような気がしますね。で、まあ、個人的に言うと、実は欅坂46のバスルームトラベルっていう曲があるんですけど、入りがすごく似てるっていうところがあって、まあその雰囲気としてですね、あの当時のなんか可愛いの、欅坂46の中における稀有な存在の可愛い曲ナンバーワンっていうところにすごくこう似通っているというか、のがこの革新的クロワッサンだと思うんですけれどもね。
で、まあ、歌詞ちょっと見ていこうと思うんですけど、まあ、革新的クロワッサンって何を革新したクロワッサンってもうよくわかんないじゃないですか。でもね、この一文でわかるんですよね。2番の頭かな。やっぱり2番なんですよね、秋元康先生ってね。クロワッサンかぶりついてポロポロと皮を落とす。その食べ方さえ責めることもなく気にならない関係よ。ということで、まあ、まさにそのクロワッサンって、まあ、食べると、まあ、僕もよく好きで食べるんですけど、ポロポロと皮がこう落ちるじゃないですか。で、その、で、まあ、言ってしまえば汚い、ね、ちょっと、行儀の悪いじゃないけれども、ちょっと、かっこ悪いんですけれども、その落ちてる姿ですら、なんか気にならなくて、もう好きな気持ちが勝ってしまってるという状況ですよね。そういう意味で、もうクロワッサンの食べ方でが汚くても、それが気にならないぐらいこの人のことが好きなんだよ、ということだと思います。で、革新的っていうところでいくと、この、C メロかな？C メロになるんだよね、これ多分ね。革新なんてさ、どこにもなくて、人は誰も一生勘だけが頼り、っていう言葉が入ってます。だから革新的クロワッサンっていうのは要するに恋するきっかけに革新はないんですよ。もともとなんとなく好きとかこの子なんとなく気になるなんてあるじゃないですか。まあ学生の頃ね、おじさんバディーズの皆さん、学生の淡い、初恋を思い出してみてください。なんとなくだけどこの子のことが気になるとかこの子のことが好きになるあるじゃないですか、ね、でこれは確信じゃないわけですよね。確信的に好きなわけじゃない。だけれども、最初なんて勘でいいんだと。ただ、このクロワッサンを食べてる姿ですら可愛く見えた。好きに思えた。これが確信的なんだ。だから、あ、ここで私は本当にこの相手に対して好きという感じを持ってるんだってことを、確信できると言った表現が、この確信的クロワッサンっていう言葉にこう、埋め込まれてるんじゃないかななんて思うわけですね。で、このね曲、まあ、初披露がサードアニラでした。ね、ちょうどサードアニラの時は7枚目のバックスライブの発表も兼ねての、披露だったので、非常に盛り上がった記憶があるんですが、その後にセブンスバックスのバックスライブあったんですけど、この時よりもこのサードアニラの方がね笑顔が弾けてる。もう井上さんの笑顔はもちろんね、弾けて素晴らしいんですけど、個人的に見ててやっぱりいいなと思うのは、井上さん以外にも、例えば、高坂さんとか、高坂さんの笑顔っていいですよね。非常にこう見てて、ドキッとさせる笑顔を持ってる子だなって思いますし、あとは、3期でいくと石森ちゃんの笑顔とかね、あと、マトヌちゃんね、石森ちゃんの笑顔っていうのは何かこう人を幸せにしてあげる母性的な笑顔であるならば、マトノちゃんの笑顔はもう無邪気な笑顔なんですよね。このね、笑顔の差をね、見比べてみるのも楽しい。一方でこう村山さんとかちょっとクール気取ってるけどもなんか微笑んでる姿もそれはそれでよしと。多分ね、このどのメンバーもね、魅力的になってるのがこの曲だと思うんです。で一方でね、バックスライブはバックスライブで良い場所があって、これがね、バックスライブのいいところは、まあ、コールですよね。スタンディングライブだったので、非常にこう、会場の熱が高い。若干だから逆にメンバーの笑顔は減ってるんですけど。でも、圧倒されてるんだと思うんです、コールにね。だけど、その中でも笑顔はちゃんと絶やさずやれてるところもあるんで、非常にいいのかなと思います。だから、箱の大きさのバランスによって、メンバーの表情が変わるっていうのも一つ、ライブの魅力だなっていうのを、この曲、この二つの披露、パフォーマンスを見ただけでも感じてくれるかなとは思いますね。で、今回の、一言ですけれども、この曲を一言で言い表すとするならば、アバタモエクボな曲ということですね。アバタモエクボっていうね、言葉ありますけれども、もうどんなことしてたってただただ可愛いよこの子はっていうね、素敵な子だよって思える一曲だと思います。でこういうところをまあ一つアイドルとして、必要な、まあ、要素だと思うんですよね。そのやっぱり人に好きになってもらうのが一つのお仕事な部分も結構高いと思うんです。
で桜坂ってまあ欅坂の時代からを見ていっても分かるようにやっぱりこう、ファンが憧れを持ったりとか尊敬ができるって言葉が多かった分なんか好きだとか恋しちゃうとかなかなかそういうところから縁遠い位置づけになってる時期も少なからずあったような気がするんですね。でそうした中でこういうバックス曲でですねこういうザ・アイドルな曲をパフォーマンスする素晴らしさっていうのはやっぱりこの、桜坂の魅力かなと思います。であのクロワッサンポーズっていうのもありますしねなんかこれもあの真似しやすいので本当はこういうのでね TikTok とかでねやったりするとバズったりして面白いのかななんて思いますけど、なので評価としてはこういうところかなと思いますね。ね、ぜひ皆さんもどういう印象があるのかクロワッサン、感想をコメントに教えてください、個人的にクロワッサン僕大好きなんでね、あのミニクロワッサンとかいくらでも食べれますからね何個あってもいいですから、はい、そんなこと言ってから太っちゃうんだよこらおじさんということで今日はこの辺でバイバイ。